アメリカでメガヒット中。今セレブを中心に最も注目を集めているアイテム、それがバットローブ。ウェアラブル、国際特許申請中。バスタオルでもバスローブでもない、全く新しい切れちゃうバスタオル、それがバットローブ。イージー and comfortable。 タオルに腕を通すだけ、超簡単3ステップ。そしてマイクロファイバーによる抜群の吸水力。いつでも誰でもどんな時にもバットローブ。今アメリカでは連日連夜テレビや雑誌でバスタローブ旋風が巻き起こっています。この今一番ホットなバスタローブがついについに日本初上陸。バスタオルレボリューション、切れるバスタオル、バスタローブ。毎日のお風呂上がり、バスタオルを巻いているけどずり落ちる、丈が短い、動きづらい、そしてジメジメして気持ち悪い。でもだからってバスローブっていうのも。 Easy 3 steps。 バスタローブは簡単3ステップ。3つの穴に腕を通すだけ、超簡単着用。しっかり腕を通すから今までのタオルのようにずり落ちることはありません。 The hole is the point。この穴と穴の異なる幅がポイント。スリムな方は狭い方を前に、大きなサイズの方は広い方を前にすれば、それぞれの体のサイズに合わせた着用が OK。 だからバスタローブはサイズフリー。家族みんなで使うことも可能だからとっても経済的。 Bigger than bath towels。 通常のバスタオルより大判タイプなのでブランケットとしても使えちゃう。さらに軽くてかさばらない。3枚重ねた高さはなんと通常のタオルの1/2。置き場所にも困ることはありません。そして使った誰もが実感するのがバスタローブの抜群の肌触りと驚きの吸水力と速乾性。その秘密はマイクロファイバー。素材に極細繊維マイクロファイバーを採用。通常のタオル用繊維と比べてみてもこの細さ。実際に吸水力を一般的なコットンタオルと比べてみると、ほらこの違い。見てください、この吸水力。繊維が太いコットンタオルは表面を撫でるだけなのに対して、マイクロファイバーは肌の凹凸に入り込んで一吹きでしっかり吸収。そして速乾性もすごい。実際に濡らしてその違いをチェック。3分後の差はご覧の通り。だから使った後もサラサラふわふわ。今までのお風呂上がり、これからはバスタローブ一つで。体を拭いた後はそのままワンピースタイプのルームウェアに。ホームエステや体のお手入れにも便利。スポーツジムなどへの持ち運びも楽々。シャワーの後はそのままメイクアップ。ビーチやプールでも水着の上からバスタローブ。大判サイズだからビーチマットとしても使えちゃう。そして服の上からもバスタローブ。赤ちゃんのお風呂タイムにも、ペットの入浴にも、お風呂掃除にも、洋服が濡れずに楽々。使い方はいろんなシーンに合わせて自由自在。 Many ways to use。 バスタオルレボリューション、切れるバスタオル、バスタローブ。安心のウェアブルタオル社製